父さんがバングラディッシュ人でお母さん日本人。日本でずっと育ってきたんですか？そうですね、日本、東京でずっと育ってきてますね。2週間ケンブリッジ大学でちょっと英語プログラムが高校の時にあったんですけど、それぐらいで、あともう何にもずっと日本、東京です。はい、すごくお母さんお父さんとも明るくて、私の家庭は結構何でも言いたいことは言える。お母さん関西人なの でお父さんもあのすごい明るい、バングラディッシュの方ってすごい明るいんですよね。ワンチャカワンチャカ明るい家庭ですね。すごく何か言いたいことがあるのであれば言った方がいいよ。本当にこの両親で良かったなって思いますね。やっぱり国際結婚されてて、これだけ私20歳なんですけど、2人つながって21年22年で、なかなかやっぱり最後までゴールインって両親いないと思うんですよ。やっぱりお父さん特にあの貧しい国のうちの一つなんですよ。バングラディッシュっていう国はすごく大変なことだと思うんですよね。だってお父さん日本に最初来た時に日本語できなかったのに、日本語学校行ってサラリーマンして、で自分で今経営してて、で子供3人もいてって、やってることを考えたらすごい立派だなっていうのはありますね。子供の時はい、どういう子供だったと。結構やんちゃでしたね。木登りしたりとか、あのすごいキャンプとかいっぱい連れてってくれたので、こう全然もう虫とか捕まえて遊んだりとか、まあ、任天堂のゲームとかが流行ってたんですけど、木登りして柿を取って食べたりとか、ビワあるぞ食べようみたいな、なんかお猿さんみたいなドッジボールしたりとか、すごいの体を動かすのがすごい好きでしたね。主張強い系かな。今もですけどすごい明るい。暗くなったことは一度もないですね。東京って言ったら結構まあハーフの子供が多い。まあうちの小学校そんなにいなかったですね。あの中国韓国のハーフの子とかっていたんですけど、あまり気づかない。私ってやっぱり例えばフィリピンの方に間違えられてしまったりとか、もうやんちゃだったか焼いてたから、なんかダントツで黒かったんですよ、学年1位。だからやっぱりみんなにどこの人ってそうあんまり嫌な思いとかないですね。もう常にそんなにないですか。1回だけ泣いて帰ってきたかな。小学校1年生の時に男の子何人かに、なんでお前肌黒いのみたいな言われて、なんかそんなこと言われたの初めてで、意識したことなかったから、えってなってなんでって思って、ちょっとなんか悔しく言い返しもできなくて泣いて帰ってたら、お父さんとお母さんにこんなこと言われたって言ったら、お母さんは、うん、あなたはハーフだからねっていう説明、やっぱり見た目は違うのよって。でお父さんはもうプンプンに怒っちゃって、車に乗って行くぞって言って学校行って、どこのドイツだって言って、その言ったから、別に子供のからかいって悪意があるわけではないじゃないですか。ちょっとからかっちゃえみたいな、今思えばですけど、お父さんがこうその男の子を見つけて、こうお前かって言って、こうもう言うなよみたいな言ったら、そういうの結構止まってったから。すごい怖いですよね、外国のお父さんにお前かとか言って、ママ言うなようちの娘に、ですねまあその後ちょいちょいそのからかわれてたりとかはあったんですけど、今思えば別にそんないじめとかではなくて、まあ単に見た目が違うから、お前肌黒、まあ一番言われたのはやっぱ肌焼けてたから、お前肌黒いねとか毛深いねとかひどいですよね、小学生なのに。小学生はちょっとね、正直に。でもなんかもう笑ってました。受け取り側の問題かなって思うんですよね。それをいじめと思ってしまえば、例えばじゃあなんで肌黒いんだよって言われて、ぐしゃってなっていじめだってなったらいじめだし、ガハハって笑って全然へちゃらしいって思ったらいじめじゃないし、私はあ、やった注目されたっていいことだこれはってポジティブに捉えてたんで、別にいじめとはなかったですね。私はあのハーフって気づかれるのが大好きなんですよ。どこの人って聞かれるのがもう、やった注目してもらえた、やった、あ、興味持ってもらえた、嬉しいな、見た目が違うからこう話ができるとか、あのネタが増えるじゃないですか、お話ししてて、ちなみにですけどどこの方ですかっていう、あの他のハーフのタイプだと、なんで毎回私が何人って聞いてくるのみたいな、なんかもったいないなって思うんですよ。なんかせっかくなんか見た目が違うんであれば、私違うんだってこう聞いてくれっていうタイプの方がなんか楽しめるじゃないですけど、私はすごいポジティブに捉えてますね。だって見た目違うし仕方ないじゃんっていうじゃあそれを逆にもう生かしていこう。そうですね、もうどんどん聞いてくださいっていう感じで、もうあのクラフトビール屋さんで働いてる時とかに、え、ちなみに お姉ちゃんどこの人、フィリピンとかインドブラジルとかって言われるからいつも、はい、クイズですって言って、どこでしょうって、当たった人にはお飲み物おまけですとか言って、聞いてくれるだけでありがたい感じ、嬉しいですね。
面白いと思います、すごく。いや、そのステレオタイプとかやっぱりありますか？ステレオタイプ、あ、いますよ。おじさんとかに山手線でこう電車乗ってて Where are you from? とか言ってこう酔っ払い Open please とか言って言われて、何このおじさんと思って、 Can you speak English? って言われて、あ、ステレオタイプだと思ってなるほど。まあ嫌な人はいるでしょうね。その、うん、その人数は減らすことはなかなか大変かもしれないですけど、まあですよね。言う側もそうだし、受ける側もそうだし、ポジティブに明るくいけば、被害者にならなくてもね、笑って吹っ飛ばしてあげるぐらいの余裕があった方がね、豊かだと思いますね。制服ルールとか、なんかその団体主義、みんなはみん周りを見て行動しなければいけない、みんなが待っているからあなたも待ちなさいっていう、そういうところあるじゃん。でもそういうの大事、まあそれは日本の文化だしいいと思うんですけど、一回そのテンプルに入ります、テンプル大学に入って、で例えばじゃあ、まあ、日本のバックグラウンドの子たちだけと遊んだりとかすると、こう今まで感じなかったギャップが、しまった日本人侍に戻らなくてはっていうところ、あ、なんかあのやっぱり結構じゃテンプルの生徒とかだと、あの人ってこういうところがあんまり良くないよねって言えるところが、例えばじゃ日本のこと喋るときに言うと、そういうこと言うと強いももちゃんみたいな、そういうところは言い過ぎないようにしなくてはって、こう必要以上なことを言ってはならないって、もう侍魂に戻らなくてはまあ悪いとかいいとかじゃなくて、それはもう文化なんで美しいんで、なんかみんながみんなそんな、 なんか海外風にならなくていいと思うんですね。日本は日本でそういう相手をたたえて、なんかあんまりはっきり言わないところが美しさとされてるじゃないですか。それはあの国のね、宝物なんで、全然変わってほしいとか思わないですね、うん、やっぱりハーフでいて良かったなって思いますか？うん、もちろん、なんかに、あ、でもママにはいつもたまに笑い話で言われるのが、あなたっていつも高橋あゆみちゃんになりたいって言ってたよ、純日本人的な名前が欲しかった、なんていうの、こう見た目も黒い黒いって言われるのがちょっと嫌だったのかな、自分で分かんないですけど、高橋あゆみちゃんっていう普通の日本人の女の子になりたかったのとかって言ってた、ただただ言ってたことはあったみたいですけど、今はすごい楽しいですね。アイデンティティは絶対日本育ちなんで、全然もう侍なんですけど、カルチャーが違う部分とかのそういうところの学べたことも多いんで、あ、こういう風にはっきり言うとこも大事なんだっていう、からそういうのが混ぜ合ってすごいハイブリッドでいいなってハイブリッドです。あ、そうか、組み合わさ、いいところで組み合わさってる感じ、うん、そうです。それを生かすか生かさないかじゃないですかね。なんかそこでしょげて、なんでまた外国人って言ってくるんだってなるのか、うん、聞いてくれってなるのか大事ですよね。そうです、ね、